い、どうもこんにちは、カジマックです。今日ご紹介する箱めっちゃでかいんですけど、実はカメラバッグを買ってみました。最近カメラを持ち出す機会も多くなったのと、例の友達の結婚式用にこれを選んでみました。でっかすぎず小さすぎず、お値段お手頃が希望なんですけど、今回買った商品はどうなのか、早速開封していきたいと思います。今日ご紹介するのはマンフロットメッセンジャーバッグネクストコレクション8リッターです。はい、パッと見た感じ大きさ的にはちょうど良さそうなんですけど、大切なのは僕が思っているもの全部これに入るのか。はい、わかります。実物見て買えばって思った方いらっしゃると思います。でもね、僕ぐらいのド素人になると実物見たところで想像しきれない。なんで今回8リッターというメッセンジャーバッグ、その容量はどんなものなのか試していきたいと思います。それではこのマンフロットネクストメッセンジャーご紹介したいと思います。カラバリはグレーとブルーの2種類、今回はこのグレーを購入しました。サイズは幅が39センチ、高さが29センチ、奥行きが17センチ。メーカー発表では637グラムとなってます。全体が撥水性の高いナイロン素材なんですけど、テカテカしてない落ち着いた光沢で、決して安っぽくは感じません。この上蓋も結構深く被さるような形状になってます。前面にはマンフロットのロゴ、立体的なアクセサリーっぽい感じになってます。ショルダーベルトはこんな感じ。幅は38ミリぐらい。シンプルで悪くないんですけど、ショルダーパッドはついてません。最大まで伸ばすとこれぐらい。めっちゃでっかい人でも大丈夫。背面にはキャリーケースのハンドルに取り付けれる、こういうベルトがついてるんですけど、取っ手としても使える感じ。こうやって引き寄せるのには便利そうです。で、まずここ。斜めジッパーのポケットの中は片手がすっぽり入るぐらいのスペースが用意されてます。よく取り出すもの、コンデジやスマホなんか入れとくのに良さそうです。ベルトのロックはこうやって外すタイプ。上蓋を開くとこんな感じ。まずは前面に収納スペース、中はこんな感じになってます。手前にこれぐらいのスペースとメッシュポケットが2つ、ちょっと見えにくいんですけど、ここは2つペンホルダーになってます。そしてメインスペースがこんな感じ。はい、こういったカメラケースが入ってます。上蓋には取っ手がついていて、ジッパーを開けるとこんな感じ。中仕切りは取り外しができて、半分に折り込むこともできます。カメラを詰めるとこんな感じ。EOS KISS X7 にこの前買ったばかりの 17mm70mm を入れてすっぽり入ります。で、この半分に折った中仕切りの下にはもう一本レンズ入れてみたんですけど、はい、わかりますかね、まだスカスカです。もっといろいろ冷たくなります。ちなみにサイズは高さ17センチ、横幅18センチ、奥行き11センチとなってます。カメラケースを避けるとこんなにたっぷり収納スペースがあります。で、この内部の左側隅にちょっと三角っぽいメッシュポケットがあります。これマンフロットさんのホームページを見てみると、この前やっと購入したこれ、はい、ピクシーがすっぽりと収まります。ここは何気に嬉しい仕様です。で、このベルトを外すと、ここがノートパソコンスペース、公式では15インチまで対応とのことなんですけど、収納スペースは約 360×210×30mm。ってことは、このレノボシンクパッド E540 のサイズが 377×250×29.6mm。ちょっとオーバーしちゃってるんですけど、はい、これわかりますかね？めっちゃ出っ張ってるんですけど、入らなくはない。ギリギリセーフ。で、例えば中に物を詰めて、上蓋を閉めたとしても、はい、ここ、さっきあえてスルーした上部のジッパー。ここを開けると、内部にアクセスできます。要はこのバッグ、専用のカメラケースが付いてるんで、これを詰めればカメラバッグになるし、これを取り除くと、普通のメッセンジャーバッグとしても使えますよね。
はい、これだけたっぷり物が入ります。これ一泊どころか200以上の旅行も十分こと足りるんじゃないでしょうか。うん、結構いい感じ。今回ご紹介したマンフロットネクストメッセンジャー、今日現在 Amazon さんでの価格は5190円となってます。説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、それではちょっと適当に物を詰めてきたんで、外観がこんな感じで、一体どれだけのものが入ってるのかちょっと全部出していきますね。前面ポケットに G7X、 ぬいぐるみ、ブロア、ロードビデオマイクロ、16茶、富士 Wi-Fi 304ZT、 ごつい割に中身の入ってない財布、ぬいぐるみ、そしてぬいぐるみ、マンフロットのピクシーミニ三脚、そしてまだ中身スカスカなカメラケースで、11インチの Chromebook、 やっぱり15インチのシンクパッド入れると重たかったです。そしてこの前面のポケットには iPad Pro 9.7 インチがすっぽり入ります。ちなみにこの iPad は縦向きのままでメインスペースに入ります。はい、結構たくさん入ってまだ余裕があります。今現在の僕の荷物にはちょっと大きかったかもしれないんですけど、以前 Amazon ベーシックのカメラバッグも購入して持ってますんで、ちょうど住み分けができそうです。でもね、カメラバッグにも沼があると聞いてます。またしばらく使ってみて、気になったことがあったら動画にしたいと思います。ということで今回マンフロットネクストメッセンジャー8リッターのご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマクでした。